点7型は、リュディノフスキー機関車工場が製造する電気式ディーゼル機関車。ソ連運輸通信省向けに1975年から製造が行われ、モデルチェンジを経て2019年現在も生産が続けられている。それまで、旧ソ連各地に導入されていた点1型や改良型の点2型では、出力不足となる重量級の貨物列車県引用に、 製造された機関車。両形式から出力を40から50%向上させることを目標に開発が行われた。車体はフードユニットと呼ばれる運転室よりも機器室の車体幅が狭い形状で、車内には無線制御に対応した機器が設置されている。台車はサイドフレームでつながれた2つの二軸ボギー台車が前後2組配置されており、車軸配置は と表される。車体重量は横方向のバネからサイドフレームに伝達され、点7から0001は空気バネ、点7から0002はコイルバネを併用、0003以降はコイルバネのみが用いられている。軸重は22.5トンだが、車体内部に搭載された中鉄板のうち12トンが取り外し可能となっており、21トンまで減らすことも可能である。 エンジンは V 型12気筒4ストローク機関である 22D49 が用いられ、最大出力は1 4 7 0ットである。ソ連で製造されたロードスイッチャーで初めて AC、DC 電源電源方式が採用され、同期発電機の GS-515 型から発生した交流電力はブケット -8、U2 型整流機を経て、 直流電力へ変換された後、定格出力 135kW の ED-120K 直流主電動機を駆動させる。定格牽引力は 314KN である。1975年から1976年まで2両の試作車が製造された後、翌1977年から量産が始まった。また同年から全ロシア鉄道研究所の実験船が、 行われ、その結果に基づき運転台の構造が変更された。量産車は蒸気の通り台車のバネが変更された対油圧ダンパーが設置され、発電機も GS-515 五有通に変更された。1989年までに294両が製造された。なお、1七0 7から0003については1990年代。 後半に試験的に近代化工事が行われ、形式名が 107M 型に改められている。107A-0241 大規模な操車場、車庫での入れ替えや、鉱石輸送などを目的に近代化が行われた、形式。1988年から製造が始まった。ディーゼルエンジンは、コロムナ工場の 112D49 型に変更され、 マイクロプロセッサ制御方式が導入された。ペン7型で指摘された空気ブレーキの制動不足を改善するため、電動機で駆動する二段式コンプレッサーが採用された。また車体はメンテナンスを容易にするため屋根が取り外し可能となった。ソビエト連邦の崩壊後も量産が続いており、2008年以降はマイクロプロセッサ回路が更新され機器の監視、制御。 診断システムが導入されたほか、大枠や制動装置の強化も行われた。また運転室内部には空調装置が搭載されている。2011年にホルマインダストリアルデザインスタジオによって発表された 107A 型を基礎としたコンセプトデザイン。運転台が中央部に移設され、大型ガラスの採用も含め運転席からの視認性が大幅に向上されるほか、 前後の機器室側面は髪型に開くようになっており、定期的なメンテナンスの簡素化が図られている。2018年のレッドドットデザイン賞を受賞した。ありがとうございます。